リンキリブンバボン。今回はですね、前回行ったヘゴナシポトス縦方向仕立てのちょっとした改変を行っていきます。ちょっとした変更を加えていきます。ご覧の通り、ポトスが窮屈そうなので、縦方向の切り込みを横に広げていきたいと思います。どのように縦方向の切り込みを広げていくかと申しますと、こちらですね。アイスの棒を利用してみたいと思います。アイスの棒は、そのままでは利用できませんので、ハサミを準備します。少し加工を加えていきます。どのように加工を加えるかと申しますと、アイスの両端に切り込みを入れます。はい、イメージはこんな感じです。こんな感じで切り込み加工を施しました。はい、このように縦方向のカットした部分、開口部を広げることができました。多少窮屈感は和らいだ気がします。やはり4号鉢サイズの鉢植えポトスには2リットルのペットボトルの胴体では窮屈でしたね。今回はヘゴいらず、ポトスの縦方向への仕立て方のちょっとした変更点でした。ありがとうございました。はりきり。